小満、万物永満すれば草木しよう茂る。野山の緑が深まる頃、麦畑は黄金色に染まります。麦が熟すこの時期は麦の秋、麦秋と呼ばれます。秋という言葉には穀物が成熟する時という意味があり、初夏ではあっても麦の秋と表現しました。それぞれに実りの時があることを教えてくれる季節でもあるんですね。京都には6月1日に暮らしを夏向きに変える習わしがあります。住まいを夏用にしつらえる建具替え。昔から家の作りようは夏を旨とすべしと言われ、蒸し暑い都では涼をとる知恵が受け継がれてきました。もうひと手間、ひと工夫、その心が自然と寄り添う暮らしの基本なのかもしれません。そろそろ種まきも始まる頃、何かと慌ただしくなり始めます。京都には24の季節があります。